陳秋人は中国の軍人、政治家。国民革命軍に属し、北伐、反昌戦争、日中戦争などで前線指揮官を務める。国境内戦の終盤に、停戦と共に調査起義を行った。字は、古良。最初は調査直し沢中学を卒業し、小学教師となった。しかし軍人となっていた友人たちの影響を受け、 陳昭人自身も軍人を志すようになる。1924年、同郷の先輩で、甲州大本営陸軍工部学校教育長を務めていたリアキラの推薦を得て、同校第一期第4体で学習する。その後、候補軍艦学校に転入し、第一期第6体に配属された。1925年初めに、陳明人は候補軍艦学校を卒業し、 国民革命軍に配属される。その後、統制や北伐、小桂戦争などに従軍して、優先や軍港を評価され昇進していき、1930年には陸軍大従士、第28旅少々旅長にまで昇進した。その翌年には、第3独立旅旅長となり、同年7月の石友山討伐でも、軍港を挙げて1932年には、 第84福祉長権不評、第238度々長となっている。同年、陳昭人は中国共産党第4次総統に参加したが、反撃を受けて率いる部隊は壊滅状態に陥った。翌年の福建事変陳圧では軍港を挙げ、厚生省へ移って第5次総統に参加している。1934年5月、 第80市中上市長に昇進したが、同年夏にまたしても皇軍に敗北を起死し、指揮権剥奪の浮き目にあった。その後、陳は、牢山軍艦訓練団に加わり、第1大隊副県中隊長となる。間もなく、一旦、厚生省に戻って軍務に復帰したが、1935年春には、陸軍大学に、第13期生として入学し、9月には、 軍事参議院参議に移った。1938年春、陳昭人は陸軍大学を卒業し、軍政部部府県第六保軍書所長に任せられた。同年6月には、予備、第二市市長に任せられ新兵の連成に従事する。陳はこの予備、第二市を率いて、武漢海戦に参戦、軍港を挙げている。これにより予備、第二は、第八軍に拡充されたが、 新たに支線から補充された部隊が、予備、第二種となり、陳は引き続きこの新兵を連成する任務を受け負った。1939年3月、陳は部隊を引いて、湖南に駐屯する。翌年春には、桂南海戦に参戦し、ここで日本軍相手に前線して、小海石から信任を得ることになった。1940年、陳明人は軍を引いて、 四川省に移り、国民政府中央に不服従であった四川軍指揮官、周重虎の防空を巧みに接収。陳は、川南清里司令官に任ぜられた。1941年冬、昆明へ移り、道路工事などを担当している。その後、第11集団軍第71軍副軍長に移り、翌年冬に第71軍は中国遠征軍に、 組み込まれ補算に駐屯した。1944年5月から第71軍は流量方面へ軍を展開し、陳も同軍所属の第87子を指揮して日本軍と激しく戦っている。戦闘最中の翌1945年1月に陳は第71軍軍長代理に昇進、最終的に雲南方面での中国軍勝利に貢献した。 同年6月、正式に第71軍軍長に昇進している。1946年1月、陳秋人は、東北方面へ部隊を率いて移り、東北大後水税区司令官に任ぜられた。翌1947年4月より、長春、新陽方面で、東北民主、貫根軍と交戦するも、弟の陳秋信を捕虜とされるなど各地で苦戦に陥る。 それでも、陳秋人は、紙幣戦役における林表を相手にしての粘り強い、防戦ぶりなど、全軍の中では、優先が目立った。同年5月、陳は、小介席から、聖典白日勲章を授与され、さらに第七兵団司令官に昇進した。ところが、紙幣戦役の際に、陳秋人がアメリカからの支援食料入りの袋を使用し、急場しのぎに、 残豪や人知を築いていたことが問題となる。これを前線視察の際に発見した、アメリカ軍事顧問は人生に抗議した。さらに両、北朝政府主席、劉官東からも、陳昭人は、領職の略奪行為を行ったと布告されたのであった。こうして、陳昭人は同年中に解任され、南京へ呼び戻されて、相当不中小三軍の官職に回された。この人事は、 前線の将兵の指揮を塑装させ、さらに、陳秋人は、紹介席への恨みを募らせることになる。その後しばらくは感触に甘んじていたが、1948年10月、家中総費副総指令に任せられ、陳秋人はようやく前線に復帰することになった。しかしこの頃までには、すでに陳は、紹介席や国民政府を見限っており、 湖南省政府主席ほどモグラと連携して、木々を企むようになる。その後、1949年5月にはほどに変わって、陳が湖南省政府主席に任ぜられたが、陳はそのまま木々計画を進め、ついに8月4日に、テイラと共に木々を宣言した。陳秋人は、中国共産党から直ちに、湖南省臨時政府主席兼康南。 軍政委員会委員に任命され、さらに、中国人民解放軍庫、南軍区副司令委員なども兼ねた。同年9月、陳は、北京に赴いて中国人民、政治協商会議全国委員会第1回会議に、出席し、毛沢東、周恩来、首都区とも対面している。10月、それまで率いていた部隊は中国人民解放軍、第21兵団に再編され、 陳が引き続き兵団司令に任せられた。1950年末から陳秋人率いる第21兵団は厚生地湾族自治区で国民党残党勢力の総統に従事し5ヶ月で任務を完了している。1952年春、第21兵団はい理皇帝隊司令部に改組され傾向での治水事業を推進した。同年十月、さらに部隊は改組。 合併されて、第55軍となり、引き続き、陳が軍長を務め、不可思考などで、治水の任務に就いた。1955年9月、中国人民解放軍陸軍上将区組と一級解放軍章を授与されている。その他、第1期から第3期まで全国人民、代表大会代表、第3期、第4期の政治協商会議場務委員。 1> 第1期から第3期の国防委員会委員にも任せられた。1972年から、陳秋人は癌を患い、1974年5月21日に北京市で病没した。去年72。ありがとうございます。